向いちゃうかも。なんかいいかも。狙おう。こういう日はスコアを狙っていこう。ベストスコア。ベストスコア狙おう。早くね。早い。おお、いいじゃん。めっちゃいいボール打ってるよ、ドライバー。全然右ですけど。いやいや、でもいいよ。フェアウェイ。あ、ラフまで行った。大丈夫。右は多分狙っちゃダメなんで、右向かないように。どうだろう。さあ、ナイスターさん、本当右。よし、右向いてない。ナイスだよ。右向かないよ。倒し方はまた説明します。全然動かなかったね。そう、得意のライでも。あれ？つま先下がりの方が得意なの。こうちゃんやったでしょ。つま先下がりやった。さっきみたいなね、あの、うん、ターンでだった。ターンでさ、うん。私はつま先上がりが苦手なの。なんで、なんで？もう多分フェードヒッターだから、フェード、なんかカット打ちしてくっつから。私がさ、ここ、つま先下げてここから入ってくると、そうだよ、シャンクしそうって思って返したくなっちゃう。そうだよね。だから、ここ待てるんだろう。あれ、外から、なんで、すくい打ちとかじゃないんだけど、外から打ってるの。あ、こうやって打つと、あ、そうだよね。ダメだよね。だから、ここまで来るんだけど、あ、嫌だ。そう。こうちゃんの多分苦手なライン。いや、今すごかったよ。よく、あんな上から。ね。今までいない。すごいね。でも右向いてない。うん、今までやったらあそこからこういく。そうねえ、すごい。お父さんの新しい球。新しい フェードのようなスライスみたいな高いボール。ストレートボールどうや、どうしよう。押しつぶし系でいきます。右は OK よ。落ちる。早めで頼みます。大丈夫。右は大丈夫。ナイス。はい、ちょっと違ったんだけど、右サイド。いや、あれね、押しつぶしたらこんな感じで。大丈夫。出る。出ないかも。出すだけ。
カットしすぎちゃった。ちょっとなんつうの、こう入ってた、じゃあのこういう球でいや出そうとしたの、ライン出しみたいな、ちょっとやりすぎちゃって思ったより開いて入ってた。だから最初からちょっと右入れた。そうそうそう、もうちょっとレベルで入れたいかったな。でもあれ良かったよ、あの群馬、群馬ね、群馬のアイアン良かった。群馬のアイアン練習したからね、うん、もう考えなくても体がヒュンって回ってた。あの時はやっぱ練習って大事って思った瞬間。うん、してないでしょ。でもその後、なんとしてない、大事って思ったけどしてないでしょ。ゼロ練習に行きます、全て。あんなに練習してたのに群馬で。まあね、そうそう、群馬もともとね、うまい、伸びろー。まあまあまあ入れましょう。いまいち、おお、ナイスタッチ、オッケー、はい、半個、半個、調子良いです。半玉いきます。出た出た、久々の銀玉じゃないじゃん今日。今日は白玉です。白玉です。うまい。やっぱね、強気よ。ナイス。パターほんといい。強いでしょ。強い。あの、手前からさ、へーんだからない。ないでしょ、うん、そうなの。あー、ちょっと微妙だけど。いや、でもいいじゃん。超えてるかな。超えてる。超えてますね。うわー。うわ、おー。めちゃ飛んでる。こういうボールだと、いやいや、ドローですし、今本当、うん、ちょっと、本当、うん、こっちだったよ。あ、本当、うん、逃げプッシュしないようにコースなりな感じいきたいです。はい、お、超えろ。やっぱ右プッシュ大丈夫。これもいいとこです。最初、おー、一番いいとこてか、一番プッシュ完璧じゃん。完璧なプッシュじゃん。違うんだけどな。アイアン変えたから、抜ける、うん、そうだね、うん、確かに。それを信じて打つ。あー、ちょっとやっぱ避けなかったか。まじ、マジ長いからね。いや、無理だね。えらい、ここに来てボギー、ボギーになりそうだ。右向いてる？ナイス。あ、めっちゃ向いてた。ね、ほら。結構向いてるね。うん。これは意外にショートしやすい。回転もか。ダメだ。止まって。あ。まあまあ横から。ちょっと出ちゃった。でも打ち方は悪くなかったね。ちょっと左に引っ張りました。いいんじゃない。てか本当パター良くなってる。でしょ。うん、段差になんか、うん、はい、イーブンパ。まあまあまあ、あと一ホールね。そうだよ。パープレー、すごい。しかも動画史上初ショットが良い。良いよね。良い。アイアン変えてからかな。なんだろう、もうアイアンだと思う。こう落としてるよね、うん、クラブをね、パンとね。いつものさ、作ったフィニッシュじゃなくなって、うん、やってない。ちょっとこう行ってからだけど、うん、ちょっとちょっと、うん、でもいい、すごいいいよね。良い。じゃあ頑張ってね。無理せず、気負わず。そうそう、まあまあボギーでもね、ボギーでもね、手出ないように体の近く欲しいですね。
こういう時手出るから。はい。確かに。うん。平常心。平常心。完璧だ。おお、ちょっとなんか新しい感じのボールだけど。いや、そうね。心ちゃんにはない、今までにはない。ちょっとまた、こっち嫌がっちゃった。いい。いや、まあ、いいよ。でも、安牌。いい、いい、いい。くんちゃんの、クラブフィッティングした。はい。2本目だね、2本目の。これは、グローレのヘッド。うん。グローレのヘッドに、TRPX のフレックス R が刺さってます。ちょっと硬めだね。うん。フィッティングしたのより。そう。ワンタッチ、いや、ネック系だ。ネック系、うん、ちょっとつま先上がりだった。そう、つま先上がりだったから、なんかそれがちょっと辛かったね。レアスも、それだけ打ってたらめっちゃ飛ぶの。すごい飛ぶの。でもなんかあの動画見ててもヘッドスピードすっごい上がってたもん。そう、早、なんかピャンっていくから、うん、ヘッドがね、ちょっと返りすぎちゃって、うん、コースに出た時に結構引っ掛けちゃう球が出て、ただすごい飛ぶ。ランもすごい出るし、で引っ掛けたも確かにめっちゃ飛んでたよ。あの2、3番かの、うん、確かに、確かに。だからドローしかも出るじゃん、絶対。うん、そんなフェード打てないでしょ。フェードあれは出る、ね、もう今回のやつはやっぱコントロールがしやすいから私的には安心感もあるし、距離も結構ね出てる、出てる、出てる気がします。手前に打つので打ちます。なんかすごい右出る。右向いてない？確認します。見せます。なんだろう、構えがちょっとやっぱティーピン出ててさ、右向くようになったのかも。そっか、優しく。ごまん。出た。入れたい。なんとか入って。パワープレーなるか。パワープレーなるか。ナイスパワープレー。ちゃんとドアを切り抜けたから。すごい。ナイスパワープレー。こんなドラマティックなことがあっていいのか。ドラマティック。なんか1年前のタイとは逆の意味で泣きそう。いやすごいね。すごい。ナイスパー。ありがとうございます。耐えました、耐えました。 YouTube のこれ小さい。